はいどうも、ピパです。どうですか皆さん、この青々としたガーデンレタスミックス、だいぶでっかくなりましたね。先ほどタイムラプスでも見てもらったんですけど、成長めちゃめちゃ早いです。1日ごとに大きくなってるのがわかりますね。今回は水耕栽培シリーズ第3弾ということで、第1弾は5月14日、第2弾は5月24日、そして今回の第3弾は6月4日ということで、10日ごとにお届けしています。現在は植物育成用ライト1棟で、ガーデンレタスミックスが5株、こちらも同じく5株、こちらペパーミントが5株、全部で15株を育てています。光の当たり具合もあるのか、奥の5株はめちゃめちゃ成長していて、左の5株はちょっと成長遅いですね。LED ライト1灯だと、この100均のケース4つぐらいが限界かもしれません。今回は何をするかというと、液肥の交換です。前回の動画でこのキットをセッティングして、10日間液肥の交換してないんですよね。本当は3、4日でした方がいいんでしょうけど、ちょっと放置してしまったので、今回はこちらの中に入っている水の交換、液肥の追肥したいと思います。現在このガーデンレタスミックスの根の状態、どうなっているかというと、あ、すごい伸びてますね。この長く伸びた根っこがトレイの中の液肥を吸い取って、これだけ成長してくれてると。成長の遅い方のガーデンレタスミックスは、あ、こちらも根は伸びてますね。これはちゃんと光当ててやれば十分成長しそうですね。ペパーミントはまだ小さいんですけど、あ、ちょっとだけ根が出てる。これは今後に期待ですね。中に入っている液肥を交換していきます。ちょうど空っぽのケースが余っているので、これを有効活用していきます。まずエアチューブ抜いて、上の蓋だけ移動します。そして液肥を入れ替える。システマチックですね。はい、サクッと液肥の入れ替え完了しました。今回もハイポニカ液肥肥料を使っています。そして今日から新たにライトスタッフ VA をもう1個追加したいと思います。現在はこれ1つだけで管理してるんですけど、より成長を促すためにライトを追加します。このライトはアクアリウムで使ってもめちゃめちゃ水草が綺麗に見えるので、水耕栽培終了してもこのライトは無駄にはなりません。値段も安くて、しかも明るい。このライトについては過去に検証動画出してますので、よかったら動画説明欄からご覧ください。というわけで、水耕栽培第3弾の動画でした。ぶっちゃけもう成功と言っても過言ではないと思うんですが、また次回成長過程の動画を出したいと思います。栽培の場所についても LED ライトを増やすので、ちょっと変更して、その設置の様子なんかもお伝えできればなと思います。それでは今回の動画は以上です。水耕栽培シリーズについては動画の再生リストにまとめているので、よかったらそちらからもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。